はい、ということで、はい、本日は長野県塩尻市広岡にありますハワイアンカフェフララ2様にお邪魔しております。店長の横山さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。あと、いつもお世話になっている松本のポータルサイトぐるっと松本の、運営されてます社長の浜さんです。はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、私の1万円企画ということで、はい、私がお気に入りのお店にですね1万円を持って行ってます。はい、はい、これでお子様メニューを1万円分買って、はい、プレゼントするという企画なんですけども、はい、以前こちらでお子様バーガー、はい、確かメニュー表で見させていただいたんですけど、はい、1万円で何個ぐらい買えそうでしょうか。だいたい20個ぐらいですかね。20個、はい、1万円で20個もうちょっと なんとか、もうちょっとですね、もうちょっと なんとかならないですか。なんかこう、そうですね、色が足りないですかなんかこう、わっといきたいので、うん、40個、うん、じゃあ、気になるところ、うん、50個50個、ありがとうございます1万円で50個分、はい、購入させていただきます。はい、ありがとうございます。じゃあ、50個提供させていただきます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、8月の7日土曜日朝11時半からのこちらオープンとなるんですけども、はいはい、オープンと同時にご来店されたお子様に、先着順でお子様バーガーを50個私の方からプレゼントさせていただきたい。あ、私と、横山店長からですね。はい、ということで、はい、はい、ありがとうございます。で、今回のこの宣伝ですね、こちらの YouTube ではもちろんなんですけども、ぐるっと松本さんの方でもですね、ポータルサイトであったりとか SNS でも発信していただけるので、詳細そちらでご確認いただければと思いますので、はい、ちょっとさん、なんかないですか。はい、せっかく来ていただいたんです。そうですね、なんかないですか。ぜひ私からもどうですか。あれ、店長、じゃあどうしましょう。これと例えば、ええ、まあ結構色つけていただいたじゃないですか、はいはい、これ2万円で100個っていうのは牛がよすいきますよね。いきますか。マジですか。近づけるように。え、本当いいんですか。本当に、はい、ちょっと今のすごいアドリブで突っ込んでます。いや、どうなのかなっていう。現状は厳しいかもしれませんけど、なんとか。いいんですか、本当に。じゃあ100って書いちゃっていいです。しましょう。100個になりました。はい、ということで、お子様と一緒にですね、こちらハワイアンカフェフララさんですね、はい、2階の方にはキッズスペースもあるということで、はい、お子様連れには大変優しいお店と企画になっておりますので、ぜひ夏休みですね、行くとこないなとか、家族で外食したいんだけど、やっぱなんやかんやでお金かかるなという時ですね、ぜひこちらフララさんご利用いただければと思いますので、はい、ということで、ぜひよろしくお願いします。はい、こちらでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。という感じでございます。はい、はい、ありがとうございます。100で、はい、大丈夫ですか。え、いいんですか、本当にいいんですか。しますね。はい、じゃあ早速物撮り用にお子様バーガー作っていただきました、はい、あ、これいいですね。なんかポテトもゼリーもついて、はい、ゼリーもついてます、はい、ありがとうございます。これ国旗はアメリカ限定ですか。いや、いろんな、はい、ということで、ぐるっと松本さんのご協力いただきまして、なんとハンバーガー100食ご提供させていただきます。で、また今回もお願いがあります。もしお釣り少しでもいいんで、余ってる方いらっしゃったりとかですね、この企画に賛同してくださる方ですね、ぜひお店の方にですね、ちょっとお金を置いてっていただけますと、子供バーガーゼロにならず、少しずつチャージされたお金が子供バーガーに、緩和されてですね、ずっとこの活動が続けられるかと思いますので、そちらもぜひご協力いただければと思います。もしこの活動を今後も継続してやっていきたいと思いますので、応援してくださる方はですね、チャンネル登録、グッドボタン、コメントにて、お寄せいただけますと大変活動の励みとなりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今日はこれで終わります。ありがとうございました。